岩見優希は大阪府門真市出身の元プロ野球選手。小学1年から野球を始める。5年時から投手。中学では軟式野球のクラブチーム、門真クレイジーボーイズに所属し2年時に第17回全日本少年軟式野球大会でベスト8。熊本工業校に進学し、3年春の第76回選抜高等学校野球大会では1回戦でダルビッシュ有を擁する東北高と対戦。9回を投げ抜き4安打、2失点。自責点は0と好投するもチームはダルビッシュにノーヒットノーランを喫して敗戦。3年夏の第86回全国高等学校野球選手権大会では2回戦で明徳義塾校に敗戦。秋にプロ志望届を提出したがプロからの指名はなく、亜細亜大学に進学した。大学進学後、1年秋の2部リーグ戦で公式戦初登板。入れ替え戦に登板し1部リーグ昇格に貢献。その後は、故障に苦しむも3年秋に1部リーグ戦初勝利を挙げ、4年春からエースになると、秋には5勝を挙げ、ベスト9を受賞。東都大学1部リーグ戦22試合登板、9勝7敗、防御率 1.78、115奪三振。2部リーグ戦2勝0敗。大学球界屈指の左腕として、プロ複数球団から上位候補としてリストアップされる中、社会人入りを選択し、大阪ガスに入社した。大阪ガス1年目は、都市対抗3回戦の日産戦で先発し、粘りの投球で5回1失点と好投した。秋の日本選手権の東芝戦で7安打無四球で、公式戦初完投、初完封勝利。2年目の都市対抗は、NTT 西日本の補強選手として出場した。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議で、広島東洋カープから3位指名を受けた。2011年4月15日のマツダズームスタジアム広島での巨人戦でプロ初登板を果たした。いきなりラミレスに2塁打を打たれた後、2四球を与え1アウト満塁となるが、加藤健、沢村拓一から、連続三振を奪い、2回無失点に抑えた。5月7日のヤクルト戦では、乱調のため降板した先発投手の今村武士に代わって1点リードの4回から登板し、先頭打者に四球を与えたものの1投9回を無失点に抑えた。その後チームが逃げ切って勝利したことで、岩見にプロ初勝利が記録された。2015年は、ウエスタンでも1試合の登板にとどまり、10月1日、戦力外通告を受ける。2018年から、MSH 医療専門学校硬式野球部で、コーチを務める。メディアを再生する、岩見優希のフォームテイクバックに特徴がある、独特のフォームから繰り出す、最速時速 146km のストレートに、決め球のチェンジアップ、スライダーを武器にし、コンスタントに、時速 140km 台をマークする、クロスファイアを代名詞とする。フィールディングにも自信を持っている。高校時代は大きなバックスイングからサイドスローで投げていたが、大学時代に独特の投球フォームに改造した。社会人野球に進んだ後は調子を崩し、広島球団関係者からはアジアの時にプロ入りできていればという声もあったという。亜細亜大で、同級生であった岩本隆弘は、まず球の伸びが他のピッチャーと全然違う。どうしても差し込まれるというか打ちにくい。サイドスローとは違う角度があると思います。僕は左サイドスローの角度は苦じゃないけど、岩見の角度は違う。遠く感じるからボールだと思ってもストライクになる。難しいですねと評している。尊敬する選手には工藤公康を挙げているが、自身は太く短いピッチャーでいいと語っている。小学4年の時に奇跡のバックホームを見たことが熊本工業進学のきっかけとなった。1点差で負けていた9回に死走者なしから本塁打を打つ熊高に感動しました。結果的には負けましたが、あの試合以来憧れの高校でしたと語っている。その後、一般入試で同校に入学した。スポーツライターの菊池隆弘は、大学時代の岩見に同僚の岩本隆弘について取材した際に自身が主題でないことに不満そうな態度を示したエピソードを挙げ、大学生にしてここまで強い自尊心を持っている選手がいるということに感動すら覚えた。あの勝ち気な性格は確実にプロ向きだったと評価している。ありがとうございます。